はい、どうもタンタンです。こちらすごい久しぶりに入ってきましたね。もう多分年単位で入荷してなかったんですけど、アストリアスのソロウクレレの、去年もね2種類ぐらい上がってきたのか、2本ぐらい、コアと確かマホガニー、このスプルースローズなんですよね。これスプルースローズのソロウクレレは本当に久しぶりですね。はい、なんとか今回1本入ってきました。作りの良さはもう本当相変わらずですね。素晴らしい綺麗な仕上がりのこういったウクレレでございます。この辺の音もね、すごく綺麗に音出ますね。すごく澄んだ音色の一本で、まあソロ弾き単音弾きでね、すごく綺麗な音の出る、モデルになってると思います。もういろんなね、この例えばサイズ感でいうところ、まあ、ソプラノロングネックっていうのが一番イメージかなと思います。まあ、カッタウェイ付きで非常に音がよく出る、このちっちゃめのボディなんだけど少し厚めにボディ作ってるんですよね。これによってこう音のなんていうかな、ソプラノサイズのボディなんだけどそんなパワー不足とか、そういうのを感じずに非常に良くなってくれるかなと。さらにはスプルーストップなのでなおさらこうボリューム感っていうのかな、そういうのが出てくるんじゃないかなと思いますので、なかなかねやっぱり他にはない、本当にギターメーカー、しっかりとしたギターメーカーが作るウクレレっていう雰囲気でね、かなり扱いやすい一本になってるんじゃないかなと思います。ということでこちらアストリアスですね。アストリアスから、ソロウクレレ、こちらスプルーストップローズサイドバックのソロウクレレでございます。非常に久々に、しかも1本だけなんとか入荷という感じになっております。探されてた方もね、このソロウクレレいらっしゃるんじゃないかと思います。ぜひお早めにお問い合わせをいただければと思います。それではタンタンでした。